池さん、おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。いよいよブレイキングダウン10当日ですね。はい、今回もまたアナザーミーツですね。はい、 OK です。今日もね、ブレイキングダウン の試合前後に迫る、1分間に迫るね、アナザーミーツやっていきたいと思います。まあ、今回は本当にブレイキングダウン の歴史の中でいろいろ考えてきた企画だったり、こう輝いてきた選手みんな出ると思うので、まあ、全試合が楽しみです。体が動くといいな。赤コーナーよりレオ選手の入場です。おお、入ったか。レオも応戦。違いありで。どっちが？ブレイキングダウン。まだいないの。仕留めるか。取るか。ブレイキングダウン。しましょう。奥野選手足伸ばして。リラックスして。線路待っとけよ。第3試合、青コーナー村田正和選手の入場です。その4秒でダウン取った。ダウン、また倒れた。ブレイキングダウン。強い村田正和。よっしゃ、クリステル、しばらく出てくる。いけるいける。ガチ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 。
赤コーナーよ、井口武弘選手の入場です。来た上取った、ここでマウント落とせるか、ね、バンドバンド、パンチ、パンチ選手の KO 勝利となります。やったこと出たじゃん、やったよ。ああ疲れた。え、俺勝ったわ。勝ったわ。自分が一番驚いてるよ。打ち上げ行こうぜ。行こう。帝国プロレスブレイキングダウン10第5試合、青コーナーよ、トニー選手の入場です。多分ねえな、ちっちゃえな、延長1ラウンドなんですけど、ちっちゃえよ、会場赤コーナーより井上力人選手の入場です。どうぞ。ストレートがいいですよ、ストレートが押されてますね。さああと30秒、右左、30秒、右ストレート、井上の右、鳥も立っている。キングルクガルチを使います。わあ、スレーターはキングルクガルが勝利に。徳島と東西南北で地方とかの乱闘みたいなぐらいで、この相手の代表のやつやって、徳島まとめた感じです。結構入ってる。気合いした。承認要求モンスターショブレイキングダウン10、いきます。第6試合、青コーナーよ、福井雄太選手の入場です。ブレイキングダウン10、プレゼンバイケンジョン、マッシュ、BGM なったら赤コーナーよ、森選手の入場です。2連敗中は森、あー、倒れた、ブレイキングダウン。ジキンコットもどうなんだろう、からんかった。来てくれてありがとう。いや、パンチもらったのは分かるけど、そこから来たか分からんですよ。以上です。狙い通りでしたね。この後は大事な試合です。このおかげさまです。もうここにいます。怒りのブラジル、素晴らしい。すごいですよ、サップさん。
そうですね、はい、いやー、翔平さん、これぞブレイキングダウンの世界でした。どうですか、やっぱ意外と、どうですか、よかった。赤コーナー溝口雄二選手の入場です。はい、うわ、入った、それは聞いた、ブレイキングダウン、すげえ、チャイムが起きました。ですです、スタートは準備ください。King of Prince, Breaking Down Ten, Dive to Share, Out of Order.萩原雄介選手の入場です。3000万はやばいっす。皆さんもぜひインストールしてみてください。Amazon ギフトが1000万抽選だと。インストールしてくれるならあんたでもいいよ。皆さん剣国やってますか。僕剣国前からやってて、多分ブレイキングダウン選手は多分一番強いっす。3000万それはやるな。はい、こっちに行くぞ。ああ、さあ、ああ、イエス。
赤コーナー浜野雄二選手の入場です。しないっすね。ローガードの打ち合いです。うわすごいすごいすごい。両者ダメージあるはず。あー来ました。パーも狙った。しょうがねえ、当てねえよ。もう一回チャンスやってくれ。選手退場。大丈夫だからね。カモクロダークホース関谷裕次郎の一戦です。ありがとう。はい、ブレイキングダウン10第11週青コーナー榊真紀夫選手の入場です。ヒヤッとした。はい、また入った。入ってるんですけどね。入ってますね。聞いてないですね、ありがとうございます。あ、そう、続いてはこの方、あ、上州放送守護神安藤京香、そして浜野京香、黒石朝日の入場です。帝国プレゼンツブレイキングダウン10第12試合青コーナー安藤京雅選手の入場です。はい、もらってます。右ハイ、右ミドル、右ハイに来る推進力、安藤勝利した安藤選手にはゲームアプリ帝国様より何度もガチャを回せるゲームが必要か100万国籍と勝負して筋肉ガチをされます。プレゼンターは帝国選手。よくやった、よくやった、よくやった。勝ったな、勝ったな、今日は勝ったな。あ、やったよ、大きやった。男見せたぜ、今日がかっこいいじゃねえか、今日が。よくやった、よくやった。最高だろ。俺のは先輩だ。青コーナーへ大輔選手の入場です。お願いします。大輔です。大輔です。ケグプレゼンツブレイキングダウン10第13週青コーナーへ大輔選手の入場です。ブレイキングダウン10ケグプレゼンツでは赤コーナー慶之助選手の入場です。最初20秒経過、第何度気配打撃に持っていく大輔も応戦。いつも見ているとやはり経験豊か、それが伝わってきましたね。まあやはりそうですね。
ブレイキングダウン10第14試合青コーナーより柴田隆起選手の入場です。強いか確かめようじゃないか。選手退場。オッケーオッケー。さよなら。しゃあが金森兄弟で。お前とやこの野郎。なめんじゃねえよ。
岩井が続くぞ、続くぞ、続くぞ、終わらせよう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 、もうめんどくせえな、マジでやってやろうよ、しゃよれ。いやもう落ち着いていく必要ねえや、もういやガッチリ行っちゃったね、前回はもう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 プレゼントは原則グラウンドの4番です。そうだ、入ってた1回だけクラッチしてんだけど、まあしょうがない、しょうがない、しょうがない。大文雄さん、今日は1勝で次に最初の上に向かっていきます。さあラスト、よっしゃこんなもんじゃー、わざー、なんかジャレーと仏像みたいな力があって当たり前じゃないですか。帰ってきたぜ、帝国プリンス、ブレイキングダウンタイム、第18試合、青コーナー、川上ブルーノ選手の入場です。帝国プレゼンツ、ブレイキングダウンタウン、第20試合、青コーナーより西郷選手の入場です。しゃあ。帝国プレゼンツ、ブレイキングダウンタウン、第20試合、赤コーナーより山本貴弘選手の入場です。山本が下がった。
中に入りづらくなったところをパンチとキックをまとめてっていう流れだったと思うんですけど、うん、まあ、非常に一つに転ぶか分からないように非常に緊迫感をしていた。ありがとうございました。選手会場アメロンだか。ありがとうございました。ちょっと待っていきましょう。行った方がやばい。ありがとう、本当に。よかった。熱い試合よろしくお願いします。天国プレイズブレイキングダウンタウン第21週青コーナー楽しんできて。杉本翔選手の入場です。ダメっすね。いやけどもさあ最悪2ラウンド行っちゃった。全部もうクリックしますちょっと別に何とか決めていきそうじゃん。ちょっと気になると思います。はいはい、もらいました。おー、いいね。よくぞ。そして、一分が授与されます。プレゼンターは、建国ダウンのルーカさんです。ガードをちゃんとぶち上げてサインを見てましたけども、はい、それでアッパーを晴れたの。天国プロレス、ブレイキングダウンタウン第22試合、青コーナー、サイガ・キザヤモン選手の入場です。天国プレゼンツ、ブレイキングダウンタウン、第23試合、青コーナーへ、ジャッキー・マサヤ選手の入場です。赤コーナーへ、
川島優太選手の入場です。フック振る。抱きません。いやそうですね、だからやっぱりこのルールじゃプロが必ずってことでもないなっていう、ね、そういうところがありましたね。そうですね、素晴らしい試合が続いたというプロ対抗戦でした。いや、もう全部山川さん当てる。天国プレゼンツ、ブレイキングダウン10、ブレイキングダウン、バンタム級トーナメント、準々決勝、第1試合、青コーナーより、秋元優也選手の入場です。赤コーナー山川颯一選手の入場です。第1試合、アコーナーより伊原涼太郎選手の入場です。
陰嚢から右、左ハイ、右ハイ、入った入った、ナイスさん、よかったよかった、よく負けたんだって。いや、よかった、なんで負けたの、よいの、全然いい、よくねえだろ、全然いい、負けたんだよ俺、しょうがねえから、悔しいよ、それはそうだ、俺も、俺何連敗よ、俺もだよ、はい、まあ、シンガ君やアンダーウェア5枚シンガ、ごめんなさい、スタンドロスター10キロが全然いいよ。天国プロデュース、ブレイキングダウン10、ブレイキングダウン、バンタム級トーナメント、準々決勝、第4試合、青コーナーより、虎之助選手の入場です。赤コーナーより富澤大地選手の入場です。まとめてくる、膝開いた、どうか、止めたーかだけど、あの時の膝よりは効いてる。あ、そうね、全然全然、公式投げられたくらい効いてる。富澤最高、素晴らしい試合が間違いなく、はい、ということで、皆さんお疲れ様でした。アナザーワンミニッツどうでしたか？いろんなアップセットだったり、それぞれいろんなドラマがあったと思います。初めてね、こんだけの大きな会場で開催したんですけど、お客さんも本当満員で入っていただいて、とても良かったです。次回大会もね、ある程度大きな会場でやりたいと思っているので、皆さんその時はぜひご来場ください。ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意してますので、まずは資料からでもご気軽に概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン10は剣国のほか、クシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。